で、まあ、こんなところからスマホとかはこの辺りですね。で、まあ、あとはちょっとこの辺りの付属品というので、バッテリーとか充電器。これがね、ちょっと味噌になってくるんで書いておきました。上に書いてあるのがパナソニック VWVC ってことなんで、こいつですね、純正のパナソニックさんが出してる、でかいのにしようかな。パナソニックさんがね、出してる、純正の、チャージャーです。これ1個持ってます。これも最初から持ってます。で、最近ちょっと買い足したのが、この、あちらにこれが5900円ね、のやつです。で、最近買い足したのがこのね、2ポートあるパターンのやつ。これ追加で買いました。これは、6オクタブですかね。ちょっと読み方わかりませんけど。まあ、互換用のやつです。まあ、使えるかなと思ったら使えたんで、これを使ってます。これ出先でね、パッと充電するときにね、これ出すと1個しか充電できない。これならね、一気に3個充電できますからね。それも持ってといたらね。で、これ、USB コードなんで、ね、結構汎用性高くできますね。これどうしてもね、物理的にこういうかないとできないで、いけないんですけどね、っていうことで。これはバッテリーが2個ついて7900円。やっぱ安いですよね、交換のやつは。どこで買ったんですけど、一長一短あります。お互いの、一長は、こっちは、2個、まとめて充電できる。で、こっちの方は、1個なんですけど、やっぱ充電するスピードが全然速いです。でもこれ、直接ここから取るんで、多分、どれだけの、出力があるのか、ちょっとすいません。定格出力が 4.2V の 0.6A ってなってるんで、これが、ね、強いのかどうなんともわからないんですけど、まあ、ただ、やっぱ、充電するスピード全然速いです。で、こっちに関しては2ポートあるんですけど、実はね、私ちょっとね、買ってからあちゃっと思ったのがね、これタイプ C じゃなくて、マイクロ USB なんですよね。ってことは、どう頑張っても 1.1 アンペアまでしか確かいけないはずなんですよ。ですから、直流でね、ですので、これはね、正直充電するのにめちゃめちゃ時間かかります。2ポート両方挿すと、本当に一晩、は見といた方がいいですね。6時間、7時間とかね、見といた方が、ね、いいかなと思います。特にでかいバッテリーを充電する場合はね、うちのやつも書いてありますけど、基本的に、使ってるやつは、大きめのやつを使っております。これがね、最初からついてくるパナソニックの純正のやつで、ちょっとね、複数持ってるんで、こんな感じで番号振ってありますけどね。これがね、これがね、1940mAh、1940なんですよね。で、対してこのあたりのでっかいやつになってくると、5000とかね、それぐらいも、4880とかね、このやつとかでもあったりします。ですからね、全然ね、やっぱ容量が、違うんですよね。これがね、特にね、こういった外でスーッと取ったりしてるとね、この電池だと本当にすぐ、切れます。結構早く切れちゃいますけど、一駅歩いてる間結構ね、普通の駅間のね、ところとかで、一駅歩いとったら切れちゃうこともあるぐらいのね、勢いですけど、もうこっちでしたらね、全然、一駅を余裕で、二駅ぐらいね、行けちゃうよっていうぐらい、ちょっと大きさが違いますね。で、特に私のようにね、外に出たりね、特に田舎でね、そったり、結構地方の方に行ったりしてね、電源のね、供給のないところで、カメラをずっとね、何時間も回すとかっていうね、下手すりゃね、一晩、そのままね、充電できる場所なくね、まあ大体満喫行くんでね、充電はできるんですけど、ね、できないようなケースもあったりするんで、そうするとね、バッテリーは結構いるんで、これが今6個目のバッテリーってなってます。買い足したのもあってね、純正の1個に、プラスこの、大きめのね、やつを、今結局合計5個持ってるのか。で、合計6個、にしてあります。と、いうことですね。まぁ、こんだけあれば丸1日今日、全然余裕で持ってます。ずーっとカメラ回して撮ってもね。っていうことはね、これはただ、こんだけ持っとるのは、こういった外ロケとかね、やる、人の場合は必要になります。あとね、ぶっちゃけ車から充電もできるんで、コードからね、充電もできるんで、車にね、USB コード、これね、どっかの動画、水間鉄道の動画で、ね、ちらっと言ったことありましたけど、あれみたいな感じで、途中の移動で、ね、車でやる、ことがある場合には、その車のとこ、ジャックからね、その今取れるようにしたんで、そうするとね、車内動画ね、最近ずーっとね、車内回しっぱなしの動画が多いのはこれなんです。バッテリー交換する必要なくなったんで、そうするとずーっとね、
カードのね、メモリが持つ限り取れるようになったんで、これは大きいということでございますね。で、ぶっちゃけメモリって結構食わないんでね、っていうことがあったりします。ということですね。で、このあたりがバッテリー関連ですね。ちなみにこれね、その互換バッテリーが、単品だと、その 5000mAh のやつがね、3899円とか、まあ4000円切るぐらいで売ってたりするんですけど、純正使えるっていう話だと思うんですけど、これね、純正だと3880円、まあ多分ね、この5000っていうのはぶっちゃけ4000ぐらいだと思うんですよ。とはいえね、ね、そのパナソニックさんの3880が、15,200円するんですよね、純正。アマゾンで。ね。そうすると、C3、3個は余裕で買える。ね、3個ちょっと買えますよね。ってことね、この価格差はさすがに大きい。ってことですね。ですからね、こうやって最上に特に、うちの場合はね、バッテリー使うんで、すいません、ちょっと互換バッテリーを、メインで使っております。という感じですね。あ、ちなみにこれね、デメリットでね、こっちがね、その、相当充電遅いって話しましたけど、ただね、2つ差しとけるんで、そういうこと、寝とる間に、ちょっと充電、ね、もう、あと5時間ぐらいね、ついて、5時間後にまた出発とかっていうようなね、ハードなスケジュールの場合にはね、全然2個差しといて、寝とる間にね、充電できます。こっちだと早く充電できるんですけど、途中で起きてね、もう一回変えないといけないんで、実は結構大変なんですよ。っていうのもあるんで、まあそういう意味では一応いたんでね、使い分けたらいいのかな。まあとにかく3個持っとけば、一気に3個充電できますからね。で、プラスここから充電もできるんで、こいつ用のイヤーとか USB なんでね、そこから取ってとかして、一応最大ね、4バッテリーはね、同時に、充電できるんで、これはまあ、強いのかなと思います。これはちょっと多めだと思います。どうしても外の毛が多いとこういうような感じになってくるのかなと思います。これが、ハンディカムを選んだ理由でもあるんですけど、GoPro とかだと、バッテリーがこれだけ、ジャカジャカ多分買いにくいのかなっていう懸念があって、うん。いや、ちっちゃいし、使い勝手良さそうなんですよね。そのあたりが多分バッテリーの持ち弱そうだなっていうのがあって、私もちょっとそこら辺詳しく調べたことってないんでね、ダメなんですけど、ちょっとそのあたり懸念があったんで、がっつりとね、バッテリー積み込めるこのタイプのやつで、で、かつ、その 4K とかにした人ね、バッテリーの持ちとかも、消費が弱いんでね、その分やりやすいんで、4K にはしてませんよっていうのもあります。また、そのあたり、4K については 4K にやりましょう。で、いうのがあります。で、次が、なんだ、純正バッテリーは話したら、あとカメラのバッグね、一応これも言っとこうかな。カメラのバッグが、どこだ？こんな感じで、ね、バッテリーとかがあって、カメラのバッグは3000円のやつ使ってます。こんな感じの、ビデオカメラ専用のやつですね。で、わざわざね、これ使ってるのにあってね、ところなんで、やっぱり、ね、こうやってね、ちゃんとビデオカメラ入れる場所があるんで、ストンとね、これやっぱ、さすが専用のやつなんで、ストンと入れるんで、ふっと取れるんですよね。横とかにならないんで、これやっぱね、便利です。ビデオカメラ用のやつ。うん。やつでこれ使ってます。で、これでしたらね、こうやって下に向けてね、確実にしまっとけばね、絶対に他のものがね、その、万一みたいなことがないんで、ちゃんとこれしまってますよっていうのでね、補強、ね、場所とかしま、ね、出すときに、これならね、絶対的にね、ちゃんと使うようになってますよっていうね、言えるんで、一応そのあたりも兼ねてやってます。あとね、やっぱこっちにね、バッテリーを大量にね、入れますんで、今もね、そのプラス、これスマホの充電用のやつ持ってます。これ便利ですよね。これはあれか、ツノサティで買った、確か4000円ぐらいで買ったんじゃなかったかな、やつですけどね。あ、ツノサティって今のイオンですね。ですから、高千穴のところじゃなくて、北側の方の公明町でしたっけ、県庁所、県庁があるところじゃない、県の庁舎とかが、ある方のね、地区にあるサティのところですね。びっくりドンキーだと思って、そこら辺ですね。びっくりドンキー？びっくりドンキーじゃなかったっけ？あれ、びっくりドンキーか。ありますよね。っていう、ところですね。っていうあたりですね。で、あとはまあ充電用のその2ポートのやつ。あと一応ね、4ポートのやつも家で使ってるのがあるんで、それはね、これは、最初に充電用になって、いう用途の時には、大型客の時なんかの持ってったりします。いう感じですね。これ一応便利です。やっぱ、カメラ用はね、持っておいた方がいいかなって、ね、これで持ってますと。という感じですね。で、これカメラバッグでしょ。で、それのところに一緒にいても入れてあるのが、
ハードディスクはもう言いましたね。テンプレもちょっと今販売終了らしいです。600くらいのもの、1万3000くらいで売ってましたね。買った時は1万1000、9万2000、1万2000くらいですね。で、ここからね、ちょっと大事になってくるのが、最後ね、メモリーです。